に、メリちゃんで今日は3人ともね、プロの、ダンサーって言っても過言ではないんでね、今日はこの後少し一人ずつみんなこうセクシーダンサーダンスを見せてくれるんでよろしくお願いします。印象。ちょっと飲めてほしい。
私アジア人、はい、台湾の方は、はい、すごい良かったです。なんか台湾人の台湾人の何が良かったかまず見てくれないと、はい、なんかあの台湾の方と多分一番長く付き合ったことがあって、はいはい、高校生の時だったもう本当に一瞬、はい、真っ只中の時、はい、その時はなんか性格が、まあ、ちょっと私もどっちかというと日本人なんかあんまり国が超離れてるってよりはアジア人系になんか日本っぽいよりの顔も好きだし、うん、台湾人は割とアジアのイケメン顔、はい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 、だけどなんかレディースファーストとかもすごくて、でなんか日本のそんな高校生だったんですけど日本人の高校生よりももっとなんかレディーファーストできてなんか割となんだろう金払いも良くてなんて言うんですかね、日本より一歩上回ってたんですよ、やっぱり。ああ、そうですか。男性としてやっぱかっこよくて、なんか絶対女子には払わせないとか、はいはいはい、なんか常に男性がリーダーみたいな、はい、なんか同じアジアなのになんかすごい、基本的に進んでるなみたいな。中国系の人間とか、まあ、台湾系と中国系って言った方が多分何もアンチは増えないと思うんだけど、はい、そういう系の人間って、はい、あの基本こうなんだろう、こう目上だったり、うん、女性に払わせないのが基本なんですよ、うん、逆に俺日本のこの若い子のこの彼女とデートをしに行ってんのに割り勘って意味がよくわからない。なんか日本だとね、それが結構普通っていうか、まあ、そうだね、なんだろう、やっぱこう金玉と竿をぶら下げてんだったらそういうね、割り勘っていうのは俺はちょっと考えられないけど夜の世界も良かったですか？まあ、その時私も若かったんで、もう全てが新鮮でそういうなんか全てにおいて優しかったし、だけどなんか親日家だし、はい、レディーにも優しくて、はい、ちょっと台湾の方めっちゃ好きです。ああ、そうなんですね。いや、今台湾人募集中ですね。そういうことなんですね。しかも台湾の女子めっちゃ可愛いんだよ。可愛いですか？めっちゃ可愛いです。ちなみに俺は台湾系の人間と付き合ったことないです。あんまりいないですよね、日本に。そんなにあんまりいないです ね。台湾人の友達できたら一番最初に紹介します。次、メリちゃん、はい、今まで経験してきた男性の中で一番印象に残ってる男性は？一番印象に残ってるです。はい、私あの男性経験ほんとないんですよ。好みならで、さっきの流れの話の流れでだけど、ほんとにあのお付き合いの子しか初めても私二十歳なんですよ、はい、で女子校だったんです、中高、はい、だから全然男の子もほんと影すらなくて、で大学生でも彼氏できなくて、社会人になってようやくできたんですけど、そうだな、みんな印象ない。印象ない？みんななんか、うん、印象あるエッチをしたことないかも。なんか物足りないんです。物足りない？物足りない、未だに物足りない。みんな物足りなかった。あの今日を満足させますよ。いっぱいやってくれるからいいけど、ちゃんと目見ていっぱいやってくれる。それは、ちゃんとそれは言わない。なんかこの入り手の満足、それでもこう前期の満足、目見て話さないと伝わらないからね。前期がちゃんと満足させてくれる人ならインパクト残るんですけど、そこもあんまり適当で、今まで一人もいない。もう二人ぐらいいるけど。いるんだよ、いるんじゃん。かわいい。いるけど、ちょっと、うん、まあまあまあ、そうですね。そうなんですね。うん、あの初体験はいくつの時ですか？初体験は二十歳です。二十歳で。いたことなかった。わあ、その人もちっちゃかったんですよ。ちっちゃかったから。いたことなかった。いや、いたかったけど、自分が想像してる。あ、まあ、痛みではなかった。痛、はい、ってなったけど、想像した。はい、そうなんで。今日は痛い思いさせるよ。デカマラの持ち。うちに聞かないで、私は知らないから。からそう、私に聞かないで。俺は、佐々木さんにそういう噂を聞いたことないけど。左右にしちゃうよ。あ、すごい。アナコンダ。そ
それはちょっと楽しみにしてます。そうですね、はい、来世の楽しみにしてます。佐々木さんもテキーラ飲みますか？飲みます飲みます。グラスをお持ちします。お持ちしますなんてね、一人で飲んだら俺はっちゃけちゃうよ。明日仕事なのに。お財がつかなくなっちゃう。とりあえず一気しますか。一気しますよ。一気をテキーラ、テキーラ一気するもん。カメラマンさんは飲みますか？もちろん。で、ユミネムがカメラマンさん、ね、ネムネム？ミマさん？カメラマンさんを片手で下がってるじゃん。だから、飲ませてあげる。そう、飲ませてあげればいいの。自分で飲む。セクシーショットお願いします。入れてあげればいいな。これはセクシーショットって言いますね。セクシーショット飲ませればいいですか？飲ませればいいですよ。飲むちゃんとってよ。うおー、食べ取りちゃったよ、動揺しちゃって。入ったらこうやってさ、自分ら女性をもっと罪感じた方がいいよ。もっと罪を感じた方がいいよ。男性って単純だから。せーの、バイバイ。いただきます。せー、さきさん、レモンティー。たまにちょっと踊れる時の声が俺中国語になっちゃうとさ、ゆうかちゃん、はい、いや、あ、いや、あ、いや、あ、声が、発音がこっち。俺も今の奥さんと出会って、僕自身のお姉さんと、みーちゃんと存在入れちゃった、痛い。ダメですよ。浮気しようとしてる、私と。でも今めっちゃいい発言してたのに。そうですか。私の方はモテますよ、メニュー。そういう、俺は私の主体っていう方が、あー、いや、そうね。習ってる女の子も、ちょっと揺らいたいよね。やだ、私奥さんに殺されるじゃん。いやいやいや、それはしないけど、絶対しないけど、今はもう自分で自信持てる。かっこいい。そういう絶対できしない自分の言い訳ですか。でもやっぱなんだろうな、40代、手繋ぐのは今何ですか？今手繋ぐのは手繋いちゃうと、さすがの俺の心も砕けちゃうよ。痛い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 、ちょっと痛い。俺もさすがにね、そういうのはね、もうこの年になったらそういうね、しなくなりましたから。初日出会った時からストライクなのよ。嬉しい。めちゃくちゃストライクなのよ。顔が、体が、いや、全てが、もうなんだろう、言ってた、メリーはいい女だよ。もう全てが嬉しいですね。なんだろう、ちょっと俺は言葉が合ってるかどうかわからないけど、ちょっとこう黒人系で、うんうん、でハーフで、あー、でめちゃくちゃこう顔からスタイルが全部こうドストライクなんだけど、今の俺じゃいけない。あ、数年前だったらいけた。数年前だったら多分俺お酒飲んだらもう多分もうアンアンいってるよ。全然今もね。今ダメ。今ないんだから娘も大事、うんうん、奥さんも大事。あ、うんうん、でもあのドストライクなんだけど。ちょっと遅かったな。遅かった。お前ちょっと遅いよ。ダメよ。いいか、もっと早くしようか。あ、待って、そういうことか。遅いよ。だから全然大丈夫ですけど、超ドスライ。でも逆に私も男気っていう格闘技のイベントに友達を誘ってよかったら、まさかこういうね、うんっていうか出会いっていうのですね。だからたけしにすぐその後に、うん、親父めちゃめちゃスタイプですよね言われた時にバレちゃったんですか。マジかと思って、あ、分かる人が分かるんだなと思って、うんうん、今日会うのすげえ楽しみにしてましたよ。すげえ楽しみにしました。でも君と関係を持つことはない。なんでメリちゃんと関係を持つことはない。メリ頑張ってもらえない。振られたんだけど。確かにね、なんか告ってんのか振られてきてんのか分かんないよね。一生懸命話して怖い人なのかもしれない。告白されたら、告白されたら、そうでしょ。いや、本当に女の子見たことないんだけど、一生懸命ですよ。地元の女性が恐れる先輩だよ、普通にも。ぜひお願いしますよ。お願いしますじゃねえよ。どっちやねん。待って、さっきの質問の、あ、ニコは大丈夫。続きで、ニコは大丈夫。よ、よ、聞こう。ニコはないじゃん、ニコも。初体験ないの。あ、初体験はありますよ。今まで経験した男性の中で一番印象に残った男性。男性。ちょっと冗談に言っていいですか。
人やばいですね。あの多すぎ。やばい、だってもう。次あのどうですか、ダンサーの格好衣装を見てみたっていう。あ、見たいですね。ぜひ見たいです。だって私たち、うん、ダンサーの衣装見たいですね。AV 女優よりもエロい格好。マジですか。ここにセクシー女優より以上にセクシーダンサーがいました。はい。本当に過激です、私たち。だってチチパック、あのニップレスだけ知ってんで、網やめのワンピース着るんですよ。これでもね、ニカがやる。ニカいいっすよ、ニカやる。メインもそんなあんまりやんない、見えそうで見えないみたいな色を触れたら、もしかしたら夢がある職業。いや、それが一番いいです。はい。あの今日なんだろ う、 こう最近こういうとこもなんか部屋も見えるようになってるけど、男性全然面白くないから。そんな黒い毛が見えたところで何も面白くない。ボーボーダンサーはクラブの中でも一番可愛くて美しくてかっこいいけど、もなんかやれそうでも絶対やれないみたいな。あ、そういうとこがいいです。プロとしてダンサーを仕事にしてるから、あ、そういう意味では男性をワクワクさせる夢を与えてるっていうのはあると思います。それが一番いいと思う。だから、ウィンちゃんは俺だけにしようか。泣いてんのやめて。毎回カット入るんだけど、これ言った後ここ絶対カットしないでいいですよ。もはや乗せて。もはやこの、あの編集する人間はちゃんと乗せてちゃんと乗せてほしいよね。こういう俺のところも乗せてほしいですね。はい、でもまあ今日はすごくなんか幸せなひとときに過ごさせてもらって、よかったです。でも